泣きながら視聴西原茂樹のしげちゃんぶー、はい、こんばんは。よろしくお願いします。久しぶりだね。久しぶりです。お帰りなさい。はい、ありがとうございます、はい、ちょっとキュッて緊張していい感じです。真面目にやります。あ、いつも真面目なんですけど、よろしくお願いします。今日のスペシャルゲストは、紙そうなので紙を見ながら、牧之原市文化協会の相良史跡調査会の皆さんです。一番前から、史跡文化協会会長でもあり、あ、間違えた、いいよ、文化協会の会長でもあり、相良史跡調査会の会長さんも兼任させていただいております小沢幸吉さん、よろしくお願いします、はい、と会員の、川原崎睦夫さんと、はい、よろしくお願いします。川原崎義夫さんですね。よろしくお願いします。今もうたくさんいろいろ面白い話、うん、もうね、この3人がいたらね、はい、話3時間で済まないぐらい。あ、そうなんです。今日だから私たちの話は短くするけど、はいはい、それでも多分後が大変だと思いますから、はい、簡単に我々の話を済ませます、はい、あ、もう一人忘れてた。大丈夫だ。社会教育課の長谷川さんです。よろしくお願いします。学芸員さんですね、はい、どうもよろしくお願いします。はい、はい、あの牧之原市が誕生してちょうど10年経ちました。先週の日曜日にイーラで、10周年の式典、はい、やりましてね、大勢の皆さんがお見えになっていただいて、まあ、牧之原市の10年間、まあ、いろいろあってね、やっぱり2つが1つになるといろいろあるけども、まあ、今までは全部良かったと、で将来向かってもう一度前、また新たに前行きましょうというようなね、はい、みんなでこう確認し合ったんじゃないかなと思います。で、実はその今ね、10周、これもそうなんだけど、10周年記念イベントっていっぱいやってるんですよ、はい、で、一応ね、先週の土日、はい、この間の土日に、うんうん、ビタミン 2 デーオフってやった、はい、ね、あ、これ見て、頭さ、こう日に上げちゃったでしょ。はい、最初の日5キロ、次の日曜日は15キロ、へ、歩いたんですよ。ちゃんと歩いたんですか。健脚、もう30キロもいけるね。あ、そうと思いましたよ。うん、でもね、本当大勢の皆さんが、これも天気良かったの、ね、天気良かった、何よりもね。あ、歩いたしています。あ、ありがとう。何キロ歩きました。いや、ここじゃないけど、13キロぐらい、金谷から西高まで、ね、だから歩くの大切なんですね。で、まあ、そういうことありましてね、でイベントがいろいろあります。で、どうだっけな、後で説明するんですけども、はい、ちょっと連絡だけね、これ、うん、これかな、これがね、今度の土曜日、これ津波避難ビルタワーなんだけど、ビルにしちゃったの、はい、で国からこれ認められてお金もいただいて、1階が商工会、はい、で2階と3階が防災研修センターということで、特に2階はね、みんなが使えるような研修室とか、はい、うん、料理調理場とかね、そういうのが、それから3階は防災倉庫で、上は避難、要するに万が一の時に避難できる屋上というような形でね、これ今度の土曜日に、オープニングセレモニーがあって、商工会がこう使う1階が入るようになります。エレベーターついてますからね、うん、いろいろ市民の皆さんが使えるような利用ができますので、お使いをください、うん、はい、はい、それから、はい、なんだっけ、ふるさと納税、ふるさと納税か、はい、ふるさと納税ね、今やって、ちょっとバージョンアップしました。これ10周年記念で11コースに拡充ってありますけど、そうです、今まではね、1万円コースだったんでね、1万円で5000円の記念品を送るってだけだったの。それがザーッと増えて、すごいでしょ。すごいですね。納税額100万円くれる人にはね、50万円返しますよって、すごいでしょ。70万円納税者には35万円返しますよ。50万って何が持っとってくるんですか。ね、これね、ここに書いてないんだけど、はい、意外と多いのはね、うん、宝飾品って書いて、真珠のネックレスとかね、そんなのもあった、うん、まあ、またこれラインナップ今に出ますので、ぜひ、はい、関心を持って見ていただきたいと思います。はい、で、実はこれ、はい、業者さんの、あ、そうか、なんだっけ、エントリーというかね、商品を提供というかエントリーしていただきたいというのもありますので、うん、ぜひぜひいろんな価格帯ご用意してますので、参加してください。よろしくお願いします。あとイベントありますか？あとはですね、これとこれですね。はい、まず大工だね。はい、大工、まあ、これまだ1ヶ月先なんですが、11月の22日の日曜日、大工のコンサート、イーラでやります。もうでもチケットが余っ
ットのないとか、ね、ないの、あ、じゃあもういい、いい、やめとこう。そうですチケット、チケットがないそうですけど、ない、割りない、はい、どうしても欲しいという方はちょっとプレミアムで、はい、お渡し、そういうことになる、はい、市長の権利がこれ前売り当日1200円、前売り1000円って書いてあるけど、もうほとんど売り切れみたいですけど、あの素晴らしいですよ、これ素晴らしい、私も歌えば歌えるんだけど、練習に行けなかったもんだから出れないんだけどね、素晴らしいです、ぜひ来ていただきたいと思います、はい、それからこっちがまだ作った、はい、ピノキオは売り出して、まだこれ12月20日これもね、これも10周年記念式典、あの10周年記念ね、これも10周年、ピノキオの公演がイーダで12月20日にあります、2000円です、あ、前売りが1500円、プレイガイド、文天さん、布施書店さん、相良公民館、こういったところで売ってるそうでございますので、お求めください、はい、以上です。はい、ありがとうございます。なんか、はい、大丈夫です。はい、なんかイベントがもうどん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 、そうですね。10周年、あの、ちなみに10周年、どんな話を市長として、市長も10周年、うん、あのね、対話による共同の街づくりっていうのはね、今、牧野原市全国からブームで、はい、もう毎週毎週、全国、この間は長崎市とかね、はい、それから佐賀市とか、うん、意外と北海道とかね、遠くからも来るし、今日は、どこだっけ、愛知県のなんとか広域組合ってところからね、あの牧野原市のその町づくりっていうのは対話によるってのずっとやってきたでしょ、はい、それが認められてきてね、へあの国もバンバン牧野原市見に行けっていうから、わけわからずみんな見に来てね、なんかファシリテーターを要請するに、なんかファシリテーターで会議をしなければいけないのに、教えてくださいって来るんだって、みんな、そんなすぐできるわけないんだけどね、でもまああのなんて皆さん視察にね見えていただいてありがたいですね、すごいですね、PR して、はい、はい、じゃあそのさあ行きましょう、はい、あ、時間が、はい、はい、それでは今日の、スペシャルゲストの相良史跡調査会の皆さんです、よろしくお願いします。先ほども少し面白い話を伺ったんですが、はい、今日は、はい、PR お金が出てこれだけやったら大変だ、お、はい、じゃあお願いします、はい、はい、我が町の殿様たちってことで、はい、意外とね、相良には殿様が結構来ている、家康なんかはあの今9回来ていて、大体相良に来ると3泊4日になるんだけど、ね、最後に天ぷら食って死んじゃったって、天ぷら、そうそう、それが相良さんの体なんですよ。え、そうなの、つまり、現在の、確か12月に3泊4日で来たのを雨で、あの帰れなくて4泊5日になった、うん、それで相良名産の鯛を持って田中城で帰る、田中城で、田中城でそれを食べて、まあ、あの癌だったんだけども、大腸が脂っこいから答えたってことで、まあ、相良もね、よくあの、でうちも没400年関係するんだね、じゃあ、そうそう、まだ僕らもその考えなかったんだけど、相良名産鯛なんですよ、で田中城では鯛を食べるっていうのはやっぱ相良から持っていかないと食べれないです、すごい、これだけですごいね、家康が死んだ鯛とかって量だよ、違うか、いいですね、それで鷹狩に来るって普通言われてたんだけど、うん、3泊4日もかけて来るっていうのはちょっとおかしいです、うん、大体大井川あたり藤枝とか、うん、あそこら辺で十分だけど、それはさ、可愛い子にいたんだけど、うん、宝美人っていうのはなんか作って売りにします、そこら辺がね、あ、そうなんですか、それをやるわけですか、そうそれちょっと答えに書いてありますけど、どうもね、風水の関係だと思うんです、家康がここをすごく気に入ってた、あ、なんか、あ、全部見せちゃいけないですよね出た出た、何これ、はい、ちょろちょろ、だからあ、これ風水の関係で鬼門の報告だね、そうどうもね、あの武田信玄も相良を来てるでしょ、つまり海を見たくて、これいいとこだってことですよ、相良最高ってそういう話が出るんだ、その佐賀のことを考えて、どうもね、家康は駿府城に海をテーマにした庭を作ってる、庭を作ったんですか、これはどこ、そう、駿府城、駿府城、うん、その上にちょっと池が映ってますけど、ああ、これ、うん、それ浄土庭園です、浄土庭園は今の県庁どれ、こっち、県庁、こっち、ね、前ですね、天守のここだからね、そうこれ出てきたんですか、そう、これから発掘する、あ、皆さんね、なぜ小沢さんがこんなの詳しいかってこの人静岡市の職員でお城の担当者、静岡市の、そうなんですか、建築家さんだもん、へえ、
でね、家康を研究してたら、あの佐賀の方もついでにこう調べるようになっちゃって、どうして家康はね、その本丸にあの庭を作るって言ったら普通ダメなんですよ。で、あの家康だから特別に作ったんだけども、あの池、あの地泉っていうのは海をあのテーマにするんですよ。で、あの小堀遠州が作ってるものですから、どうもね、この話してたら終わらんでしょ。でも、今回は頼むわけそうですね。そうですよね、はい、そっち振りますね、はい、そう、あの4年後に生誕、はい、300年です。あ、え、頼むわけすんが生誕300年4年後ですね、300年ですね、300年です、はい、で、まあ、藤田先生っていう、まあ、東大の名誉教授ですけども、田沼奥杉を見直そうと。で、僕らもあの子供の頃、田沼様は偉い人だと思ってたら、あの小学校の高学年になったら社会科 の授業で、いや良くない人だって言われたので、ちょっとねすごく不条理だなと思ったんで、それをあの今度見直すの。最近見直されてきてますよね。そうです、私も県議会で2回ね、知事にね、当時の石川知事ね、あなた田沼奥杉の賄賂の政治家って教科書に書いてあるけどね、変えなさいって言ったら質問したの。他の違いだけどね。だから田沼様はあの結局29年間、まあ、総理大臣もやったんですけどね、29年間、田沼様って呼ばれなくて、あとその城下町の名前で呼ばれるんです。あの相良様、相良公って、尾張様っていう地名で、だからあの29年間まあ路地をやったんだけども、もう日本全国にその相良の地名が知れ渡ってるわけです。江戸時代はね、あの遠州相良っていうと田沼様の城下町ですね。さあ、それを、はい、それをこの、はい、今度の25日の日曜日の、2時からそう、講演会をやると、ぜひ皆さん来ていただきたいと思います。まずそれが一つね、はい、それからその前後して我が町の殿様たち、なんか展覧会があるんです。そうそう、あの展示と、あの展示をこれを展示します。一言で説明して。えそれとまた違う企画なんですか。違うのか、はい、宝物か、そう、はい、あ、これはその日だけ我が町の、資料の展示が24日から1日、あ、そっちは違うの、全く、講演会は25日で、これは無料 で、 そうです、ね、はい、予約もなく当日伺う、はい、とすると、この24日から1日まではどなたかいる。いえ、当番でいます。当番でいる。でそこでその辺の話いろいろ聞かせてもらえればね、はい、一言ずつどうですか、性格を見る、はい、はい、どうぞ。まあ、この相良のね、殿様である田沼奥杉ですね、この人は今まで、今会長言われたように、今まであのまあね、いろんな見方、それは要するに政権ね、当時の政権によってそのまあ悪者っていうか悪人のように言われてきたんですけど、実はもういろんなね、そのやった方針も素晴らしい方針をやってるし、それからこの地元の相良にね、いろんなことをあの恩恵を与えてるって、その中でね、まあ例えば田沼街道とか、あるいはあの塩田のね、あれとか、あるいはあのお芋ですね、昔大沢五右衛門というね、あの芋爺さんというのがあったんですけど、うん、その人がね、ちょうどその田沼の時代にあったことなんですね。あの薩摩の船を助けて芋を植えたってね。で、そののにね、田沼奥杉はお金をやって、で、それを元にして普及させて、この海南地方がね、芋の産地になって、しかもその時、天明の大飢饉っていうね、飢饉を救ったっていうような、そういうこともあるんですね。さらに、この相良藩、田沼の、まあね、相良藩では、やはりお救い米の制度というね、制度を作って、困った人たちが申し出ればお米をねやったというような、そういうような古文書なんかも残ってるんですね。相良にもすごいけど、はい、あの全国的にはね、はい、田沼のミクスって言われるぐらい、ね、安倍のミクスと同じぐらい、ね、今評価が上がってる、はい、経済を振興してね、あの今まで農業してる人ばっかから税金を取り立てて、農業の人と困ってた、どの商業者から税金をガバッと取ってやったんですよね。そうです、そういうようなことをやってね、そしてもう一つの時代をね、田沼時代という時代を作った人なんですよね。あのね、河原さんのね、おじいちゃん、おじいちゃん、お父さんが、次郎さんがね、まあ熱くね、会長さんやっててね、本当にちょっと一言どうですか。そうですね、付け加えて言うと、私うなぎ大好きなんですけど、うん、そのうな重っていうああいう食べ物、
みんなが食べるようになったのはタルマ時代なんですよね。土用の牛ね。そうです。で土用の牛の市長さん言われた土用の牛の日っていうのをみんなもう日本人みんな知ってますけど、それを考えたのがタルマオキスグと同じ時代に生きてた平賀源内がキャッチコピーとして出したんです。平賀源内の源内焼きかなんかのあれはまあ幻かもしれないけど、ね、まあ一つの説としては相良に住んでたことがあるんじゃないかってことを言ってる人もあります。あのほら僕らおっしゃったのはあのね、はい、あの喧嘩だこに B がくっつけたの、あれは長崎のあれのねあれだとか喧嘩だこと、喧嘩だこね、はい、だすごい。だこの3人がね、もう時間になっちゃうんだけど、喋、はい、ったらもうすごいんだよ。そうです、ね、すごい宝。そう、そうですね。ぜひあこの家一緒に話をするんですよ。はい、私たちが説明します。はい、楽しみですからね、ぜひ行っていただきたい。はい、させなく一つじゃないの。はい、ですね、それが終わった後にですね、資料館で11月22日から12月の6日まで、特別展ということで、見て見て僕らの宝物、牧野原市の文化財展というのを行います。メインはですね、いろいろありますが、先ほど言った家康とか田沼のお宝たくさん展示されますので、実物を見たい方はぜひいらしてください。お待ちしてます。じゃあの時間になっちゃいましたけど、なんか一言だけじゃあ最後会長まとめて、ぜひご来場ください。はい、よろしくお願いします。いや本当に今日盛りだくさんで、僕も聞きたいこといっぱいあるの。すごい楽しかったです、ね、あの平岩有名なんてね、あの人の住む城、はい、あれはねだからもう元気出てる。はい、じゃあそろそろ聞きますよ。僕の時代やってもらいたいだよ、ね、原作はね山越しあれ色っぽくていいね、あれね。まあいい、終わりましょう、はい、終わろう、はい。じゃあとりあえず今日はこの辺で、またぜひ遊びに来てください。はい、はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。